その日、なぜか俺は会社と反対の電車に乗っていた。本当の自分が始まる気がした。ここではない自分へ。企業時代創刊フリー。その日、ついに俺は窮屈な檻から抜け出すことにした。お先。見えない首輪を外せた気がした。あばよ、昨日までの自分。企業時代創刊フリー。